回はアジングに適したラインについて語ってみたいと思います。アジングほどどのラインを使ったらいいのか迷う釣りは少ないんじゃないかなと思うほど、各メーカーから様々なタイプが発売されていますし、また各プロのテスターさんの皆様も言っていることが各自様々ですので、それでね、我々一般ユーザーは余計迷ってしまうんじゃないかなと思います。そこで今回は私のような一般のサンデーアングラーの立場でアジングに適したライン、そして使い分けるとしたらどのようなシーンで使い分けているのかについてお伝えさせていただきます。戦術作用にあくまで一般のサンデーアングラーとしての経験だけでお伝えしますので、真剣に聞いていただく必要はありません。さらっと聞き流していただければいいかと思います。では、先ほどもお伝えしましたが、だいたいアジングで使用されているのがこちらの大きく分けて3つになりますね。1つ目が、こちらの P ライン、次にフロロカーボンライン、そして SL ライン。大まかに各ラインの特徴をお伝えしますと、まず、P ラインというのが、引っ張られる力に対しては最も強いラインで、めちゃくちゃ細くてもそう簡単には切れません。ですのでこのラインの中では最も遠投できるし、間違ってシーバスがかかっても比較的安心して取り組むことができます。しかもほとんど伸びないですから、まっすぐな状態では最強の感度を誇ります。その反面、海水よりも軽いために軽量ジグヘッドを使った時になかなか沈んでくれないんですね。で、軽めなために風が吹いた時にビャーって流されるんですね、ラインが。で、そして水面にも浮かぶので、ジグヘッドとロッドの間にちょっとしたたるみができるんですね。それによって一気に感度が低下してしまうという、そういうデメリットがあります。次にこちらのフロロカーボンですけども、これは PE に比べると伸びる作りになっています。で、直線の時の感度は PE よりも落ちますけども、海水に対して比重が 1.78 もありますので、軽量ジグヘッドを使った際に最も直線になりやすいラインなんですね。直線になりやすい分感度も良くなりますし、ディープエリアでも軽量ジグヘッドを沈めさせやすいという特徴があります。また他のラインは先端にリーダーをつけないとまともに使えないのに対して、フロロカーボンはジグヘッドを直接セットできますので、とても便利です。また根ずれにも強いですから、海藻が生えているポイントなんかでも活躍します。デメリットは巻き癖がつきやすく、それが原因でライントラブルになったり飛距離が落ちてしまう傾向にあります。はい、では次はこちらのエステルラインですね。これは海水に対して比重が 1.4 前後で、軽量ジグヘッドの操作性はフロロカーボン同様とてもいいです。また PE 法ではないですが、伸びも少ないために感度もとてもいいです。デメリットはですね、向かい風が吹いた時にラインがスプールからはみ出て、それが原因でライントラブルになってしまうとか、あとは急激なショックに弱いために必ずリーダーをつけないといけないという点ですね。このようにざっとお伝えしましたが、私なりの使用方法をまず PE ラインからお伝えしたいと思います。次に挙げる条件が揃った時に使います。1、風が穏やかな日。2、シャローエリアでの巻きをメインとした釣りの時。3、キャロやフロートリグなど3グラム以上の仕掛けをキャストする時。先述しましたように PE ラインは風に流されるラインですから、極力風が穏やかな日に使います。あと、3番目の3グラム以上の仕掛けを使う時も、これくらいの重さがあれば P ラインのデメリットを軽減できて、メリットを最大限に活かせますので使っています。また P ラインは新素材を使ったものが続々と開発されていて、言うなら P ラインのデメリットを克服したもの、例えば比重があって軽量ジグヘッドでも操作性がいいとか、しかしながら
まだまだそういったものは発展途上中なのかなという印象を受けますので、今回はそれらを含めておりません。はい、では次は、こちらフロロカーボンですね。フロロカーボンはいわゆる一般的な漁港での常和島周辺でアジを釣る際に使ってますけども、特にポイント開拓、新しいポイントを開拓しているときに、初めて行くポイントで使用する場合が多いですね。これはフロロカーボンが強風時に強いですし、ネズルにも一番強いし、ライン直結もできるので、その万能さで様々なフィールドでも活躍してくれるためです。またそれなりに伸びてくれますから、メバルとかシーバスがヒットしても比較的ラインが切れにくいです。そして魚がヒットしてから抜き上げるときにポロッと押してしまうのも、割と防ぎやすいっていうんですかね、そういうメリットもあります。そしてこちらのエッセルラインですね。これは、基本的にフロロカーボンと同じような状況で使うんですけども、先述しましたように向かい風が吹くとライントラブルになりやすいんですね。ですので比較的風が穏やかな日に使うことが多いです。特に4月の中旬ぐらいから7月の下旬ぐらいですかね、まあ、8月の上旬も使うかな、これぐらいの時によく使います。風が穏やかな日の軽量ジグヘッドを使った近距離戦ではエッセルラインはとても使い勝手がいいです。しかしながら急激なショックや根ずれに弱いですから、あくまで漁港でのアジング専用として使っています。メバルとかガシラがヒットしやすそうなポイントではあまり使わないようにしています。第4の勢力としまして、ナイロンラインも考えていきましょうか。実は私はこのナイロンラインもよく使います。ナイロンラインはアジングに関しては水に沈みにくかったりとか、感度も鈍くなりがちとか、あまりメリットがないので使っている人はほとんどいないと思います。ではどういう時に使うのかと言いますと、真冬の寒い時期にフロロカーボンが硬くなって使い勝手が悪くなった時に使います。ナイロンラインは他の素材に比べて最も伸びる性質のために、ラインにジグヘッドを直接結んでも大丈夫なんですね。そして柔らかくて伸びるわけですから、ライントラブルになりにくいです。ですので多少感度は鈍りますけども、結果的に魚が釣れるというわけなんですね。真冬の北西の風がビュービュー吹いている時にラインシステムを組み直すのってね、本当にストレスなんですね。特に初心者の方にはナイロンラインをおすすめいたします。さあ、いろいろ言ってきましたけども、大体要約しますと、まず今から大体夏のお盆ぐらいですかねまでの漁港での釣りの場合はエステルラインをメインに使います。そしてお盆過ぎから割と風が強くなることが多くなりますので、そうなってくるとフロロカーボンラインを使うと。そして真冬になると使い勝手優先で、まあ、多少感度は落ちるけどもナイロンラインを使うと、そんな中、季節を問わずにシャローエリアでの巻きの釣りとか重ための仕掛けを使う場合は B ライン、私個人的にはそんな感じで使い分けています。まあ、私自身まだまだ初心者レベルですし、ラインそのものの性能も日々進化していますので、もしかしたら半年後には今言っていることが変わっているかもしれません。その点はご了承いただきたいなと思います。それではこの度の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたが感動の一味と出会えることを願っています。